皆さんこんにちは。今まで見てきましたエリアの働きもいよいよクライマックスを迎えようとしております。果たしてエリアはどのような最後を迎えようとするのでしょうか。本日の聖書箇所は列王記第2、2章の1節から14節までです。タイトルは信仰の後継者になろうとする聖なる熱意です。列王記第2、2章1節から14節。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルカルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたから、と言ったが、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下って行った。すると、ベテルの預言者の友柄が、エリシャのところに出てきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい。主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし、彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っているが、黙っていてください、と答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい。主が私をヨルダンへ使わされたから、と言った。しかし、彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決して、あなたから離れません。こうして、二人は進んで行った。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは
竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言った。彼も水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。さて、今まで預言者として活躍してきましたエリアに大きな事件が起ころうとしていました。2章の一節、主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられる時とあります。このエリアという人は、聖書の登場人物の中でも他に例を見ない人です。それはその最後が他の人と際立って違っているからなんです。彼の最後というのは死んで終わったわけではないんです。天に昇っていったとあります。そして彼がその天に上げられる時が近づいた時のことです。さあ、エリアにはエリシャという一人の弟子がいました。彼は第一列王記の19章19節で、すでにエリアの後継者としての証明を受けておりました。しかし本格的にこのエリシャが活躍しだすのはこの第二列王記の2章からとなってきます。エリアはギルガルというところからベテルへ、今度ベテルからエリコへ、そしてエリコからヨルダンというところへと、点々と移動し続けたんですね。そして行く先々で、その地の預言者たちがやってきて、エリアは今日天に上げられますとみんなこうエリシャに告げるわけです。その間エリアはですね、弟子のエリシャにもう私についてきてはいけないと何度も言ったんですけれども、にもかかわらずエリシャはエリアについてきたわけです。二人がヨルダン川にまで来た時のことです。エリアは自分の街灯を取って、それを丸めて水面を打ちました。すると水は両側に分かれて道ができたんですね。この場面は、かつてモーセが紅海の水を二つに分けた時、またヨシュアがヨルダン川の川の水を二つに分けた場面を思い起こさせます。これはエリアが神から託された権威を持っているということをですね、象徴している場面です。二人が渡り終わると、エリアはエリシャにこう言いました。2章の9節、私はあなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。つまり自分がですね、天に昇る前に何か置き土産をあげますよということですね。私たちだったら一体何を求めるでしょうか。おそらく物質的なものではなくて、やはり霊的なものを求めるんではないでしょうか。エリシャはこれから有名な預言者の後を引き継いでいかなければならない。そうなるとやはり霊的な力の方を求めると思うんですね。エリシャはこの時もちろん霊的なものを求めました。しかし求め方がちょっと違っていたんです。彼はこう求めました。
2章9節。ではあなたの霊の2つの分け前が私のものになりますように。霊の2つの分け前っていうのは一体どういう意味なんでしょうか。それは2倍の分け前を意味しました。昔イスラエルでは長男は父の遺産のうちですね、2倍の分け前を受け取れることになっていたわけです。エリシャは言い換えるなら自分はエリアの霊的長男であるということを言いたかったのかも分かりません。ここにですね、このエリシャという人の霊的な大胆さというものが表されているように思います。私たちが何か神様に霊的なものを求めるときに、果たしてここまで大胆になれるでしょうか。遠慮してですね、いやいや私はもう普通の取り分で十分です、結構ですと言ってしまうのではないでしょうか。しかしエリシャは、どうせもらえるものなら2倍の分け前をくださいとこう言ったのです。人間というのはですね、あんまりにもがめつくなると、厚かましくなると、ちょっと人から顰蹙を買ってしまいますね。しかし霊的な面においては、私たちは時には厚かましさも必要ではないでしょうか。ルカの11章の5節から8節にイエス様の例え話が出てきます。夜中に友人の家に行き、パンを求めるんですけれども、もう夜遅いということで友人は取り合ってくれません。しかししつこく頼み続けるときに、やがてその友人も起きてきてですね、パンをくれるであろうという、そういうイエス様の例え話です。その例え話のまとめとして、イエス様は有名なこの御言葉を語られています。ルカの11章9節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。さてその後、エリアとエリシャの前に火の戦車と馬が現れます。そしてエリアは本当に竜巻に乗って天へと登っていってしまったのです。残されたエリシャはエリアの体から落ちた街灯を拾ってヨルダン川の岸へと戻っていきました。そこでエリシャがその街灯でヨルダン川の水を打つと、水は二つに分かれて道ができたのです。先にエリアが行ったのと同じ奇跡をここでエリシャも行いました。これはエリシャの願い通り、エリアの霊的な権威がエリシャにも与えられたということを意味しています。この後エリシャはエリアの後継者として活躍をしていくことになるわけです。もし私たちが神様に仕えたいと、そのような働きをしたいと思うならば、霊的な力と権威を神様に求めなければなりません。そして時には大胆に厚かましく求めることも必要です。なぜならば神様は求めるものには与えると言っておられるからです。私たちも神様のために大胆さを持って霊的力を求めていきましょう。私たちは神様に大胆に霊的な力を求めていっているでしょうか。
お祈りいたします。天の父なる神様、私たち一人一人も神様のために働きたいと多くの方がそう願っています。そのためにはあなたの力と権威が必要です。私たちは遠慮するのではなく、大胆にあなたの前にその力と権威を求めていくことができますように、そしてもっと大胆にあなたの働きをすることができるようにしてください。あなたは求めるものには与えると約束をしてくださいました。ですから私たちがいつも求め、また求め続けるものであることができるように、どうぞこれからも導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。